何してんの。なんとなくぼーっとしてた。ふーん、そっか。はあ、今日もいろいろあったよな。だね。でも毎日楽しいよ。死にかけたりするけど楽しい。まさかこんな状況になるとか、一緒に旅できるとか思ってなかったよ。そうだよな。俺だっていつ知り合ったんだっけ。高校だから、5年。まあ知ったのはもっと前だけどな。あれ小学校か。え、なんで覚えてんの。あんなに見られてたら覚えるわ。うわ、あれはいろいろと理由がですね。なのに高校の入学式で初めましてとか言ってたな。あれすっげえ意を決して話しかけたんだって。なんか懐かしい。普通に声かけてこいよ。え、そうやって簡単に言うけどさ、ノクトにはきっとわかんないよ。あの時俺ごめん、やっぱなんでもない。なんだよ、気になるだろう。だよね。俺昔自分から全然話せなくてさ、その友達って呼べるような友達もいなくて、いつも一人だったし、自分には何の価値もないかもって思っちゃったりしてさ。そんなこと思ってたのか。みんな今の俺を見て調子いいとか社交的とか思うかもしれないけど、コンプレックスの塊みたいなやつで、本当は全然違うんだよね。ずっとみんなに追いつかなきゃって思ってて、俺だけ一般人だし、みんなみたいに強くもないし、人ともうまく話せなかったから、グラディオなんて本当に別次元の人って感じに見えたし、イグニスみたいに頭良かったり料理うまくないし、でもみんなと話してると楽しくてそんなこと忘れちゃってさ。けどふと我に返るとみんなとは違うんだって怖くなって、だからこれでも毎日必死についていこうって思ってて。そっか、でもお前はそのままでいいと思う。え、今のままでいいってこと。そうですが何か。あ、いや、なんか変なこと言ってごめん。大体俺がつるんでるやつに役に立たないやつなんているわけねえ。え、なんでキレてんの。ありがとう。なんかすっきりした。なんだそれ。よし、このまま俺ができること全力で頑張ってみるよ。ああ、頼むわ。